JR 東日本の205系、首都圏から次々と姿を消していきまして、ここ鶴見線が最後の活躍の場となっていましたが、 E131 系によって置き換えられて、首都圏の205系は絶滅することとなりました。3両編成のうち鶴見側2両はもともと山手線を、扇町側1両はもともとは埼京線を走っていた中間車だったんですが、先頭車への改造が施され、これを機に両側先頭車だけ1100番台を名乗ることとなりました。行き先表示は LED 式に変更されています。扇町や鶴見、大川などは日本語が赤で英語が黄緑ですが、海芝浦行きだけ誤乗防止のため日本語の部分も黄緑となっています。車内です。座席の色が変わってたりすることはなく、昔のまんまの205系です。続きましてドア、こちら鶴見より2両の元山手線のもの。山手線出身の方は初期車のため窓が小さめですが、扇町側の1両、元埼京線の方は後から増備された車両なので窓が大きめのものとなっています。そのため全ての編成において扇町側の1両だけがドアの窓の大きさが違うっていう、統一感もへったくれもない現象が起きています。ドアには化粧板は貼られていません。中央にはイエローラインが貼られています。埼京線出身の窓が大きい1両にだけ小田急のような丸い注意喚起のシールが貼られています。高い違いでドアの上には路線図が入れられています。首都圏からまた一つこのアイテムがなくなるんですね。ドアの下には床と同じ色のドアマット、初期車小さな窓の方はこんな感じで全範囲カバーしていますが、大きな窓の方は一部分のみとなっています。まあこのタイプの方が一般的ですよね。ドア横の手すりは長めのもの、特にこれといって言うことはありません。続きまして座席、関東の205系らしく緑に黄緑の着席区分が入ったもの。10年ほど前は首都圏のどこに行っても見れたこの座席、今も見れるのはあとはここと遠く離れた仙台仙石線だけとなりました。座り心地は座面はいいものですが、背もたれがちょっと垂直気味かなっていうふうに思います。座席の下にはヒーターがしっかり備わります。一般のところが緑、優先席は例によって例のごとく赤ゼブラとなって区別されています。窓は2枚1組のもの、すべての窓において上から開けることができるんですが、片手では開かないほど硬いので、ちょっと待ってね、両手で開けます。というわけで開けてみました。全部開ければこんな感じ、半分ぐらいまで下がります。日よけもしっかりついていますよ。爪を引っ掛けて固定するタイプのもの。残念ながらここで新しく走り始めた E131 系では省略されてしまったようです。まあもともともう期待してませんけどね。荷物棚は初期車の2両は金網、後から増備された1両では現代的なパイプ式となっています。釣り革は座席の部分は白くて丸いもの、ここみたいに E233 系のような黒いものに変えられていることはありませんでした。ドア付近では灰色の三角のものとなっています。これは E231 系とかあいつらと同じやつですかね。一般のところが白い丸、灰色の三角、優先席付近は黄色く長い三角となって区別されています。うお、まさかの3種類。一番前です。先頭車が改造された時に JR 東日本おなじみの構造となっています。何かあった時にすぐに乗務員を救出するために一番左の板は取り外しがしやすくなってるんだとか。車端部です。仕切り扉は窓が小さく化粧板の貼られていない昔ながらのものです。座席の横にちょっとした機器スペースがありますので、肘を置いたり飲み物を置いたりしてうまいこと利用できそうです。最近の電車にはあんなスペースがないんですよね。気持ち程度のくぼみを入れたところで居住性は良くはなりません。フリースペースです。床には車椅子とベビーカーのピクトグラム、窓の上には握り棒が渡されています。通勤時間帯はそれなりに混みますからね。照明は一部に防犯カメラがついている、多分 LED かな。
車内を明るく照らしてくれています。